ヘンリー・カウエルはアメリカ合衆国のミュージシャン、作曲家、音楽理論家、インプレサリオ、アイルランド系アメリカ人、カリフォルニア州メンローパーク出身、幼児より非西洋音楽に親しむ、1914年よりカリフォルニア大学でチャールズ・シーガーに作曲を学ぶ、1931年よりベルリンで、 音楽民族学をエイリヒフォンホルンボステルに学び、テヘランやチェンナイなどアジアへの研究旅行を行った。後に、ニューヨークのコロンビア大学の教授となった。弟子には、ジョン・ケージ、ルー・ハリソン、ジョージ・ガー・シュウィン、ユイゼ・シンイチらがいる。また、ニューミュージック・エディションの編集者兼発行人として、新しいアメリカ音楽の紹介に努めた。初期には、トーンクラスターの実験を行い、 1931年、ロシア人、レフテルミンと共同で、リズミコンという楽器を制作している。チャールズ・アイブズ、カール・ラウグルズ、ジョン・ジェイ・ベッカー、ボリング・フォード・リーガーと共にアバンギャルドなグループと位置づけられ、アメリカ5人組と呼ばれた。作品は19曲の公共曲、2つのことのための競争曲、打楽器競争曲、アコーディオン競争曲、室内楽曲、 合唱曲、歌曲など選曲近くに登る。その傍ら、新しい音楽の源泉などの著作も残し、更新に大きな影響を与えた。ありがとうございます。